皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、今回ですけども、ただいまの、まあ、時刻が、21時頃なんで、今年も、残すところ、あと3時間ほどと、まあ、なってる状況で、ようやく、ちょっと動画の方をね、撮影できるというか、録画できるような状況になったんで、はい、やっていこうかなと、いうやつです。新たな力を。まあ、当然、やるのは、このガチャ。今年の最後、まあ、飾るにふさわしいと言っても、まあ、いいでしょう。キャラが実装されての、ガチャですね。来ております。来ましたね。絆キャラ。もうないのかな、と思ってた矢先、来ました。サスケ&イタチというところで、ちょっとだけ見ときましょうが。まあ、やっぱり例のごとく、コストは、まあ、ゼロまで下げれる、キャラになってるわけなんですけれども、スキルの方がね、上の、スキルになっていくのかな。絆のスキルかな。これがやっぱり即死持ちというところで、まあ、強いよね、やっぱり。で、サスケと、まあ、イタチと、まあ、交代して使えるわけなんですけれども、まあ、ざっくり見てった感想は、こっちが発信寄りかな？サスケの方が発信寄り、そして、暁に対して強いんかな？で、打って変わって、イタチの方は、暁以外のところと、まあ、神キャラに対して、まあ、強くなって、強く打っていけるような、性能となってるっていうところなんで、まあ、体調スキルはまあまあ微妙から。っていうところがあるんで、その辺の使い分けという意味では、今現環境の中では、イタチが結構優先的に使われるのかなとは思うわけですが、まあ全然強いよね、サスケも。強い。っていうところで、今回は、やっていこうかなと思うんですけど、まあ一個残念やなと。まあ残念やなと思うところは、絆のナルサスが入ってないっていうね。まあ、それはちょっと残念な、話なんですけれども。加えて、その5回目まで行っても、まあ、2%。まあ、2%なんで、まあ、残念ですけれども、やっていこうかなと。で、ピックアップの中で言えば、やっぱりこの、ナルトサスケ、あたりはかなり欲しい部類になってくるのと、あとは、まあ、かぐや様、それと、イタチ、その辺かな。その辺は、欲しい部類になってくる。まあ、毎度の毎度のことで、いつも一緒なんですけど、まあ、ペインとかは一応、ゲットできてるんで、まあまあまあ、まだ潜在は進めてないんで、まあ、かぶっても、まあ、ギリオッケーかなと。ただし、ここ出るぐらいでやったらって感じでしょう。はい、どう考えてもね。はい。っていうところで、石が150個あるんで、とりあえず今回は、30で、行きたいかなと思うんですけれども、もう、今年、ちょっとだけ、振り返ってみると、まあ、あんまりガチャガチャ的には、あんまりやったかな、っていうところで、まあ、あんまりいい思いをしてない印象がすごいあるんですけど、まあ、締めくくる、まあ、競馬で言うところの有馬記念みたいな。日本史、違うな、そう、そういうこと。何言うとねって話ですけれども。まあ、最後、行きましょう。穴がち間違いではない。さあ、1枚目。ここ確定枠。まあ、来るでしょうね。なんか来るでしょうね。はい。それじゃあ。はい、皆さん。はい。4枚目。5枚目。いやー、寒いよね。はい、6。7枚目。お、また来ましたね。大事なのは寒い。ああ、なるほど。なんか、この扉もよう見るわ。他の実況者さんたちの動画とか、ビワティブで拝見させていただいたりとか、扉もはかなり自己主張が激しい、今回は。はい。さあ、ラストかな。まあ、というところで、最近、10連立を6は引けておるものの、まあ、要はこれ7%枠とかのぐらいの、レベルやと思うんですけど、そこは引けておる。それを2枚引けてるってことは、
口寄せの術、ね、最後金タップというところで道中星6出てくるところを祈るばかり。うん、行こう。え、2枚目。うん、3枚目。はい、4枚目。5枚目。うん、6枚目。この辺で欲しいな。これはちょっと厳しいかな。うん、これで9かな。はい、10。これがラストですね。おっと、サスケターン。あー、これ開くね。さあ、今度は私の後ろ姿をしっかり見ててください。旦那から嫁に変わるっていうね。そうですか、そうですか。いや、正直今のはちょっとね、だいぶ期待した。正直言うとちょっともしかして来るんじゃないかなって思っちゃいましたね。はい、まあ今回、今年、2020年ラスト10連いきたいなと思います。口寄せの術。金タップ。この感覚はちょっと不安を残すようなラストとなってしまいましたけれども、まあさっきみたいな形で最後開いて、そして締めくくってくれることを祈りつつ、今何枚？ 5 枚目かな？ 6 枚目。この辺で出てきてくれたら、だいぶ気持ちも楽にはなるんだが、これは8枚目ぐらいかな？ 9。10。はい。さあ、噛む。うん、2020年。ラスト。さあ、何で来る？はい。いや、これやったら、20連目を、ここに持ってきてほしかった。正直。うん。はい。お知らせか。いや、まあ、残念ながら、33連では、仕留めきれなかったわけなんですけれども、また、年が変わってね、うん。医師も方も、いろいろもらえるでしょうし、昇級試験がね、始まるというところで、まあ、その辺の報酬とかももらいつつ、あとログインボーナスですかね。その辺と、プラスアルファして、もうちょっと、うん、まあ、絆なんでね、ちょっと頑張っていきたいなと思います。はい、というわけで、今回の動画は、この辺でお開きとさせていただきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。